はい、第3位彼ですね、大黒摩季。彼はまあ1個下なんですけど、僕がプロ1年目98年に入った時に、高3のガンバユースにいたわけですね。その時から、まあ、いい選手では間違いなかったですし、まあ、将来こういいストライカーになるんやろなみたいな素質はありましたけど、まだ荒削りだったんで、でこうトップに上がってきて、それでもまあ彼もそんな試合出れなくて、でその後僕がコンサドーレ行った時に2001年かな、彼またコンサドーレも来たんですよ、ガンバから。でその時も試合出れなかったんですけど、やっぱりこう良くはなってたんで、まあ、この後活躍するんやろうなって思ってたら、まあ、ガンバで優勝したりとか海外行ったりとかワールドカップ出たりとか、点取る職人だったね。いやそうですよね、はい、ただねやっぱり瞬間的なスピードっていうのは、うんまあ、天性的なものもってあって練習だけじゃないよね、うんうんうん、ただあの決定力が半端じゃなかった。そうなんですよ、だからずっとやっぱりこう点を取り続けてきてたので、やっぱその年下で自分よりたくさん点取ってるみたいな、これはもうフォワードとしてはもう嫉妬しかなかったですね。あの飛び出しはすごいよね、うん、タイミングですからね、タイミングとやっぱそのボックス内の動きとか、まあ、そういうところの、まあ、戦術的な彼の良さは自分で一番分かってて、それもやっぱり決めてくれるからね、まあ、例えば違う比較したら岡崎っていう選手がいてまだやってる、うん、ぎこちなく見えるけども取るのよね点、うんうんうん、それを大事なところに取るとか、うん、そういうのがこうチームストライカーとして結果を出してくれる選手としたらば貴重な選手じゃないかな、うん、もう優勝したんだからねガンバでね、うん、あのガンバでレギュラーで優勝するというのはやっぱり簡単じゃないよね、うん、忘れちゃいけないの彼の得点でワールドカップ行ったしね。ワールドカップ決めるあれ、多分北朝鮮戦振り向きざまのシュートみたいなのは、本来自分がやっぱりあの場所にいて自分がワールドカップを決めるゴールをやっぱり取りたかったとっていう思いはやっぱあったんで、それをこう年下の大黒にやられたみたいな、ちょっとやっぱり悔しかったです。いや嬉しくなかったの？いやまあ嬉しかったんですけど、まあ嬉しいのは嬉しかったですけど、それが自分やったらよかったなみたいな、やっぱフォワードとしては常にやっぱ嫉妬はしますよ。でこうもう点だけを求めてた選手でもありましたからね。もともと中盤もできる選手だったんで、ただその中盤もできる選手、足元がしっかりしてる上手い選手がこうフォワード点を取るっていうことに特化した、まあ典型的なパターンじゃないですかね。うん、J リーグのレベルも結構外国人も含めて接近してた時代に、プレイスタイルが迫力があるし、うん、速いし、うん、やっぱり点取る人っていうのは野球でホームラン打つ人みたいなもんですから、うん、スポットライト浴びちゃうっていうね、うん、してでどのチームに行っても取るっていうあれがあったんですから、うん、まあそこがやっぱり活躍のある程度やって消えていくじゃなくて、どこに行ってもそういう残したという功績だから、まあ、サッカー大好きで、まあ、そういう塊だったからね、それも一つのプレイスタイルでずっと生きたっていう、点取るためにいろんなものを持たなくていいんだ、こういうものだけ持ったらできるんだという手本だったと思います、うん、確かにそうですね。J1、J2 で200ゴールぐらいは多分取ってるから、だから今ガンバの
アカデミーでジュニアユースとかユースのフォワードコーチとして彼はやってるんですけど、うん、だから彼がどうこうやっぱ指導して次のストライカーを育てるかみたいなのが、うん、ボックス内でどういう風に動いてどう取るかとか、うん、点を取るかとかどのタイミングで動き出すかとかそういうのはね徹底して本当にね本能で動いているんですけど結構理論的に考えてやってるんでそういうのもねなんかもっとこういろんな小さい子供たちに広げていったら面白いんじゃないかなと思いました、ね、僕はねあの言葉より、うん彼の現役の選手を全部編集して、うんうんうん、彼のプレーをね、うん、もう焼き付けたらいいの子供の目に。いや確かに。そこから真似が早いかもしれない。確かに。言葉っていうのは絵が浮かんでこないから。いやー言葉で言うと彼いっぱいあるから。分かんないですね。それをどっかで集めて、うん、もうこれでもいいからこれでもいいからっていろんな手の取り方があって、うん、そこにあの目から入るレッスンっていうのはね、うん、それはやっぱり一番真似しやすいじゃないかなと思うから。確かに。いや本当にこれはねやっぱりこう一個年下でありそのやっぱり最初のガンバでも次のコンサドーレでも僕の方が最初に試合出てたけど気がついたら海外に行って代表に入ってたと自分よりもう先に行かれたっていうのがもうこれの嫉妬でしたね、まあ、将来監督になりたいって言ってるんで、まあ、どういう監督になるのか楽しみです。Vamos registrar o meu canal.